いらっしゃいませ、マスター。ここは総督府ロビーです。何かご用でしょうか？ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。ご安心ください。私は完全に正常です。さあ、マスター、ご用件を。私に指示をください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。理由ですか？それは、規則ですので。他には何かございますか？申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。あ、自分で端末を操作するのは反則なのです。失礼しました。ともかく現在ランキングをお見せすることはできません。他にご用件はございますか？申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。現在、イベント情報へのアクセスは遮断されております。私が遮断しているんじゃないかですか？黙秘権を行使するのです。ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。申し訳ございません。ご要望には。え、違うのですか？あ、はい、わかりました。慣れないことをするとくたびれるのです。受付をしているアファシスはすごいのです。クラインがタイプ B との関係を理想と言っていたのです。だからまずあの二人のやりとりを参考にしてみました。マスター、さっきの私たち理想の関係だったでしょうか？そうなのですか？結構上手に真似できたと思ったのですが。タイプ B みたいな話し方もちゃんとしたし、お答えできませんもちゃんと使ったのに、何がいけなかったのでしょう。そうか、わかりました。私はアファシスタイプ X だから、タイプ B と同じじゃダメだったのです。そうとわかれば簡単なのです。もっといろいろなデータを参考にすればいいのです。では、早速データを集めてきます。次こそ理想の関係ですよ、マスター。